い、皆さんこんにちは。長岡 HR420 桃介です。本日4月27日、サイエンテックスさんから、嬉しいニュースがいくつか発表されました。もうサイエンテックスさんのウェブサイト確認していただきましたでしょうか。ですね、去年の11月頃だったと思うんだけども、まあサイエンテックスさんから SR01 の第3ロットの案内が出た頃に、まあなんかもう SR01 手に入んなくなるんじゃないかみたいな噂が勝手に出回って、いやいやいやっていうあの動画をね、僕一度上げてると思うんだけども、まあお待たせしましたという形で SR01 の第4ロットの受付が開始されました。そしてですね、 SR01 に推奨のスピーカー、こちらの方も発表になっています。で、一番嬉しいのはここからですよ。これね、あの自分のところにあの情報というか連絡がメールでね来たのが4月の頭だったんですよ。でね、僕はね、なんだこれはあのエイプリルフールかと思ってね、あのちょっとしばらくねメール見てね固まってたんですけど、いやとりあえず SR02 ではないです。まずそこ区別してくださいね。 SR02 はハンディ機として、開発したいなという、話があったというかあるもので、今回、発表されたもの、型番一応仮称なのかな、 JCBT17 なんかかっこいい言い方ないかな、 JCBT17、 なんか変だなJCBT17 というね、型番の、新機種が発表されました。これですね、ちょっと画像をお見せしたいんですけども、まだ細かいところの、ね、仕様がこれから詰めるということで、画像の方は、モモチャンネルの方にはね、貼りませんけども、なんていうのかな、ハンディ機でもなくて SR01 ほどのフルサイズのポータブル機でもなくて、パッと見た感じこうナショナルの RJ450 みたいな感じだけど、これ450よりはちょっと大きいかな。ちゃんとねスペックであの大きさ比べてないんだけども、アンテナの長さはね450なんかより全然あの長いものがついてるし、当然あの中身の基板っていうのは SR01 というね、ベースになる技術を持ってるサイエンテックスさんが作ったので、RJ450 なんかより全然ね、あの操縦士のいい機種になると思います。はい、こちらの方ですね、まだ詳細は、5月の下旬に発表、皆さんに公開ということですので、まずこう予告的なね今回発表になってます。5月の後半に改めて、詳しい JCBT17 の、仕様とですね、その後のね、販売予約について発表されると思います。僕は買いますよ、絶対買いますよ。開発の段階聞く感じだと、実際に購入した皆さんのお手元に届くのは秋口ぐらいなのかな。去年 SR01 がこう発表されてこう販売されたみたいなスケジュールに近いんじゃないかなと勝手に僕は想像をしています。何はともあれ、サイエンテックスさんのウェブサイトの方説明欄にリンク貼っておきますので、そちらの方からねまず予告情報の方チェックしてみてください。ということで今日は SR01 の第4ロットの受付開始、そして SR01 用の、推奨スピーカーの発表、そしてビッグニュース JCBT17 の、予告発表が行われたよという動画でした。はい、また続報入りましたらモモチャンネルの方でもお伝えしたいと思います。以上、長岡 HR420 桃助でした。バイバイ。モモチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね趣味の情報は Twitter の方でも発信してますので、@長岡HR420 で検索していただくか、説明欄にあるからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、ヤフーブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またモモチャンネルでお会いしましょう。